皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ブレイクフェイス、フォーゼイ君、実況始めます。脳筋に目覚めた前回。やっぱマッソー最高やな。ヒット&アウェイなんかいらんかったんや。1時間苦戦したボスが脳筋に方向転換したら2戦目で勝てましたからね。やっぱ脳筋がいっちゃんクールかつクレバーなんやなって。さて本作も多分いよいよ終盤。長いようで短かった我々のオムニストラクチャーでの冒険も終わりが近づいています。はじめはあまりにマッパが弱すぎてどげんなるかと思ったけど、今やこんなに立派に成長。この知性あふれるマッソースタイルの前に敵はもはやいないのよ。ただ強攻撃で殴ってるだけですけどね。そしてその知性とマッソーにさらなる磨きをかけるご主人様。ここで3番目のパークを解放するの。選ばれたのはアヤタカでした。ではなくてビンディケーター。強攻撃は弱攻撃の 1.75 倍のダメージですが、これを 2.25 倍まで上げてさらにクリティカル率を 20% 上げるパークです。強攻撃主体で行くなら素直に強いですねこれは。ええやん。で、次はあの奥のサムシングのとこまで行けばいいのね。他に行くべき場所もないようですし多分そうでしょうね。このエリアってマジにボス戦だけだったのな。ならここにいてもしょうがないし、さっさとサムシングまで一っ走り。あの程度の距離なら5分もかからんでしょ。むちゃくちゃ遠いぞい。いや見た目とは大違いでしたね。妙に入り組んでるしアイテムもちらほらあるから漁ってるとさらに回り道。まあモブは時々ぼっちを見かけるだけでみんな弱いから楽なんだけど、マジちょっと遠すぎんぬ。あまりに単調すぎて動画ではカットするのもやむなき話なのよ。お、着いた。なんかよくわからんけどこのサムシングに近づけばいいのかしら。
お前たちの現実レベルの事象が根本を極めているため直接コンタクトさせてもらう。アノマリーの散脱を図った者たちはこの地の生命体が干渉できない世界に存在している。彼らはこの物質を我々の近くを超えた場所に、創発的ワープを用いて推進しようとしている。当面の対策として彼らのワープパターンに中断を加えて妨害をしているが、これはその場しのぎに過ぎない。この端末に一番近いアクセスポイントの場所をアップロードしておいた。この端末を使い、アノマリーを我々の管理下に留めるのだ。何言うとるかわからんやろ。安心せい、わしにもわからん。うん、知ってた。お、戻った。なんか全視界真っ白で目がチカチカするのよ。一体何が起きたってのさ。私はもう正直把握することを諦めましたよ。諦めんな、諦めんなよお前。お、なんかあるやん。あれが端末ってやつなのかしらね。また戻った。さっきのあれはどこかであった骸骨騎士ね。なんかもう立ち位置が完全にベルセルクな雰囲気。あの端末と骸骨騎士が設置したサムシング、どちらかを選ぶということですかね。そもそも自体が全く飲み込めてないのよ。なんかいきなりユリアちゃんとユリアちゃんスコスコ団が登場して、王室騎士団ですぶっ飛ばされますよ。スコスコ団のハゲに足毛にされたのよね。あのハゲ絶対に潰す毛根全部焼き尽くす。ハゲかわいそう。で、どちらを選びますか。以前骸骨さんは賢明な選択を祈るみたいなこと言ってましたけど。どうしようかしら。選ばれたのはアヤタカでした。ではなくて骸骨氏の作ったゲートですね。お、あっちに行けばいいのね。とりあえずまあ行ってみっか。ってなんだいきなり酸素減り始めたのよ。まずい、これはまずいのよ。走れ、風のように、スタミナが切れるまで。って行き止まりじゃん、これどこに行けばええのん。お、ミラーボール、あそこに行けばええんか、届きませんでした。ちなみに後で調べると本作マルチエンディングで、あのサムシングの中に入れば隠しエンディングと隠しボスに行けたみたいですね。だってむ。お、死んでない？そして傍らにワープでネキ。キッス、スティーブくんもいるのね。新エリアバーミリオンフィールド、プラザ、他のエリアには戻れないようです。ってことはこれが正真正銘ラスダンってことみたいね。でもアプデネキいるからアプデはできるのね。これはなかなか配慮が行き届いてるじゃないの。さすがにここで装備強化もできなければ積みかねませんからね。しっかしまたひっどいエリアなのな。ここから見えるアイテム漁ったら早速進めてくのよ。一通りアイテムは漁った。進む方向も大体わかった。でも進む前にやることがあるの。アイテム漁ってた時に見かけたのよね。あの頭は紛れもなくご主人様を足毛にしやがったユリアちゃんスコスコハゲ。おうてめえさっきはよくもやってくれやがったな。さすがにあのガタイじゃこっちの攻撃潰されちゃうのよ。そんな時は慌てず騒がず荒ぶるハゲを眺めつつ、ケツの攻撃終わりに一撃。おう逃げるなやハゲ。おめえの抹走とご主人様の抹走、どっちが強いか勝負しようぜ。クリティカルで7000ダメージ超えてましたよ。全くイカれた火力ですね。このハゲだっておそらくラスダンにふさわしい強さだったんでしょうに。前回からさらに筋力マシマシしたのよね。しかも今持ってる獲物、前回拾ったグレアクなんだけど、これクリティカルダメージ 10% 上がるクリスタル3つつけてるの。クリティカル出ればそりゃスコスコハゲごときシュンコロよシュンコロ。さてハゲへのリベンジも果たしたし先に進みますか。多分この先だと思うのよね。お、またモブおるやん。こいつら初見ね。ハゲと同じラスダン用のモブなんでしょうね。じゃあラスダンモブの実力、見せてもらおうじゃないの。一撃。やべえなおい、脳筋強すぎやぞ。
4000ダメージも食らったらそりゃそうでしょうね。こりゃヒット&アウェイとか細けいこと言ってる場合じゃないのよ。近づくモブに合わせて最大ため強攻撃振るだけの簡単なお仕事。ギモディー。なんかラスダンのデザイン担当に同情しますねこれは。おっしゃこの調子でラスダン蹂躙すっか。うなる抹殺飛び散る鮮血。もう誰もご主人様を止められないのよ。そうですか頑張ってください。お、またスティーブくん。最後まで世話になるのな。頼むで。新エリアバーミリオンフィールド、テンプル。まあラスダン広いしね。途中にスティーブくんないとやってらんないのよ。では進めや進め。モブはイネガー、モブはイネガー。ご主人様の抹殺に瞬殺されるモブはイネガー。あよいしょ。ハードっこいしょ。もう一つよいしょ。抹殺抹殺。一撃必殺。ハゲ息取ったんかわれー。いや楽ちん楽ちん。楽な仕事してますね。いやほんとにヤバいわ脳筋。実はあんな手こずってた赤いあいつ。今やあれも基本クリティカルなら一撃なのよね。まあそうですよね。おかげでマラソンのはかどることはかどること。回復約100個備蓄してここに来たくらいなのよ。あよいしょ。これ何のレバーなのかしら。特に開いた扉などはないようですね。まあ先に進めばわかるでしょ。モブを借りつつ先に進むのよ。そういえばさっきのスコスコハゲがモブで出てきたってことはさ、ラスダンのモブってユリアちゃんスコスコ団ってことなのかしらね。王室騎士団だっつってんだろ。まあスコスコ団もご主人様の抹殺の前に全滅やむなし。ユリアちゃん、すまんな。お、またスティーブくん。あれ、でもこのスティーブくんさっきのスティーブくんと同一人物。なるほど、先ほどのレバーを動かしたことでチェックポイントが移動したんですね。あ、そういうこと。だったらレバー引いたらすぐにリスポーンすればここまで一気に移動できるやん。ズルはダメです。厳しい。またレバー発見。おそらくこれでまたチェックポイントが移動するんでしょうね。あよいしょ。じゃあスティーブくんが待ってるから急がないとね。スティーブくん久しぶり。いや雑な攻略でしたね。マジにため強攻撃一本でいけるとか思わんかったのよ。で、この大階段、これはボス戦の雰囲気。結構進んできましたからそろそろでしょうね。雑にワンパンしてるだけだったからカットしちゃったけど結構時間かかったのよね。おお待っとる待っとる、やっぱボス戦やな。まあさすがに初見では無理だし、とりあえず様子見で行ってみましょか。攻撃パターン把握できたらさらに抹殺をマシマシして蹂躙してやんよ。つまり初戦の敗北は勝利への布石。どうよこのクールかつクレバーな戦略。負ける気満々なの草生えますね。うっさい。よっしゃ行くか。お邪魔しまーす。ボス戦バーミリオンミラージュ開始です。どんな攻撃してくるかわかんないけどやることは一緒。最大ため強攻撃で殴る。そんだけ。ってこいつなんでロックオンできないの。これはちょっとやりにくいのよ。まあリーチ長いからもう満体。そしてスカル。でもまた分回せばええんやで。クリティカル6000ダメージ、いいね。前回のオフさんに比べや火力も低いしこりゃいけるで。これなら被弾上等でダメージレースで勝てるのよ。まあ回復はしますけどね。おっとスパーキンスパーキン。この技どのボスも使ってくんのな。あかんな、あっちの方が出が早いしさすがに両手武器にはこっちの攻撃潰されちゃう。ちゃんと前読んで攻撃差し込まないと、雑すぎるとさすがにまずい。クリティカルでなくてもダメージ2500超え、ええ火力や。そしてクリティカルならダメージ7000超え、ええやん。って何事を。ゆかペロ。ボスの名前が更新、王室騎士団長ユリアとバーミリオンミラージュ。おいおいここで複数ボス戦かよ。しかもスコスコ団を蹂躙された激おこユリアちゃんが参戦。何これ、まさかラスボスなの。よっしゃ二人まとめて巻き込んだ。いやボスの HP バーの減りがエグいですね。HP が共通なのは良い文明。回復まだあるしいけるでこれ。ゆかペロペロ。でもダメージは低い。ユリアちゃんの火力も相対したもんでもない。あれ、これマジに初見でいけんじゃね。とりあえずやることは変わらず強攻撃オンリー。そんだけ。いやクリティカル入るだけでマジに HP バーがごっそり減ってくのな。素晴らしきかな脳筋、素晴らしきかな抹殺。気づいたらボス一人もう死んどるやん。ゆかペロペロペロ。初めてですよ。ここまでご主人様をコケにしたおバカさんは。そうでしたっけ。うっせぇ今いいとこなんだがあってろ。残念だけどユリアちゃんの攻撃じゃご主人様は止められない。被弾上等で殴り合えばこっちのが有利なんやで。しかしさすがに殴られすぎて回復なくなっちった。まあええわ、要は勝てばええねん。ゆかペロ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 。効かぬのだとき。いやでもさすがにユリアちゃんの火力がもっと高かったらヤバかった。まあ抹殺だけじゃなくてライフも鍛えてきたからご主人様も硬くなってんだけどね。悪いなユリアちゃん、ご主人様ちょっと強くなりすぎてしまったのよ。
そろそろしまいね。ラスボスの割に印象残ってねえけど、そろそろその弾取らせてもらうで。5回目のユカペロの屈辱を華麗に回避、そして7500超えの無慈悲なクリティカルでユリアちゃん昇天。決まった。What's been set in motion will forever be out of your grasp. ラスボス撃破、そしてブレイクフェイス、フォーセイクン、ゲームクリアです。お疲れ様でした。でもあれな、やっぱエンディングもわけわかめだったのよ。まあ日本語未対応でしたしね。対応してもわかる気がしないのよ。しっかしラスボス初見でいけたのは予想外。マッソを盛ることができなくてちょっと残念。ちなみにクリア後にコンティニューするとラスボスと再戦ができまして、いろいろと持った状態でやってみましたのでバックにその映像でも流しておきましょう。ちなみに撃破まで約1分、クリティカルじゃなくても4000ダメージ超えるマッソの神が降臨してしまったのよ。しかもこれでもまだ筋力は上げられるんですよね。マジ脳筋強すぎんぬ。では最後に感想など一つ。そうね、久々のアクション RPG 楽しませてもらったのよ。ただ残念だったのがリリース直後にネガティブな評価が先行しちゃったことね。戦闘モーションの溶接とか操作性の悪さとか。ちなみに開発者によるとモーションについては購入したアセットがどうも著作権を違反していたらしいですね。その後モーション差し替えのアプデが随時配信されています。操作性についてもかなりマシになったのよね。でも最初の印象って大事だから、そこでつまずいたのが残念しごく。いいとこいっぱいあるのにもったいない。特にマップがすごかった。
巨大構造体の探索ってテーマにふさわしいどころか、それをはるかに凌駕するイカれたボリュームと作り込み、正直これだけでお値段以上の価値があったのよ。アクション RPG としてはまだまだ発展途上。これは各ボス戦の動画見てもらった方が早いかもね。とにかくいいとこも悪いとこも含めて可能性を感じる作品だったのよ。だいたいそんなとこね。全11回にわたる本シリーズも今回で最後、当チャンネルのジャンル外の作品にもかかわらずご覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。ございました。次のシリーズは何をやるかまだ決めていませんが、継続中のシリーズを続けながら近いうちに始めたいと思います。以上をもちまして、ブレイクフェイス、フォーセイクン、実況シリーズ完結です。これまでのご視聴、ありがとうございました。